ざっす、今回はですね、究極の外遊び道具、こいつについてのお話をさせていただきたいと思います。Ladies and gentlemen. はい。というわけでですね、ここは今どこかと言いますと、僕が猟期の時によく狩猟に来る猟場の車で入れる最終地点でございます。ここにね、猟期の間はもう週に1回は必ず来てる感じだったんですけど、もう猟期が終わったら全くこんなとこ来ないですから、3月13日にここに最後に来て、今が5月、もう2ヶ月ぶりぐらいにここ来たんですけど、もうなんかずいぶん懐かしく感じちゃいますけれどもですね、久しぶりに来た猟場で僕の究極の外遊びのパートナーを紹介したいと思います。はい、というわけでですね、もう究極の遊び道具、僕にとっての最高の相棒ですね、トヨタの FJ クルーザーでございます。究極の遊び道具だって言ってるわけなんですけども、究極というからにはいろんな一番のポイントがあるわけですね。まず僕が持っている外遊びの道具の中ではもう最大です。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、車なんで、まあ、外遊びで使う道具の中で、まあ、これより大きいものといったら、あと船とか山にもう小屋建てちゃうみたいな、まあ、そういうレベルになるかなと思います。僕は多分車を超える外遊び道具っていうのは、まあこれから先もないかなと思います。そしてですね、最高の外遊び道具ですね、僕が持っている外遊び道具の中で、外遊び道具の中だけじゃなくても、まあ、家とかを度外視したらですね、まあ、僕が持っているものの中では一番高いですね。なんで最高の外遊び道具でございます。そしてさらに何が究極かと言いますとですね、究極に無駄な車なんですよね。まず第一に大きいです。これ横幅がね 1.9 メートルぐらいあるんですよ。で4リットルのねガソリンエンジンなんで、もう燃費もね全然良いとは言えないです。なんですけど、まあ、僕過去に全趣味半端チャンネルをご覧いただいた方だったら、もしかしたらお分かりいただけてる方もいるかもしれないんですけれども、僕狩猟をするので、冒頭にもお話しした通り、ここ狩り場でございます。ここに来る前までがずっと林道なんですけれども、このね林道を走る時に四駆、ましてやクロスカントリー車っていうこの走破性の高さが生きてくるんじゃないのって思いの方もいるかもしれないんですけど、あのですね、実際日本の山の林道、これはですね全部軽自動車サイズで作られてますね、道が。なのでこんなにね大きい四駆できちゃうと、かなりね逆に走破性悪いんですよ。漁師が所有して最強最高の走破性バッチリの車はですね、軽の四駆で軽トラの四駆だと思います。やっぱり実際この辺の猟場に来る直前までの国道とかを走ってたりとかしてもですね、荷台に犬のゲージ積んで走ってて、中の人見たらオレンジのチョッキ、オレンジの帽子かぶってる、もう明らかにハンターっていう人たちはですね、ほぼ軽トラに乗ってます。今から漁師をされるっていう方はですね、絶対に軽トラがいいと思います。でさすがに軽トラ普段の実用性ないよねっていうんであれば、ジムニーですね。もうねこの2択です。軽トラで行くかジムニーで行くか、まあ、パジェロミニでもいいじゃんっていう方もいるかもしれないですけど、まあなんかジムニーの方がリセールバリューとかも高そうなんで、ジムニーをもう黙って買うべきだと僕は思います。大排気量、大型ボディ、大重量、重いってことなんですけど、このいう車はですね、狩り場に向かうのには決して向いておりません。だからハンターだから、冬場に雪の上とか走ったりすることも多いから、そんな無理して四駆乗ってんでしょって思われた方がいるんだとしたら、そういうことじゃないんです。漁師だったらもっとちっちゃい四駆に乗ると思います。でさらにですね、こちら見ていただいたらお分かりかと思うんですけど、これねドアが1枚しかないんですよ。後ろ側のこのちっちゃい方あるじゃないですか、このちっちゃいドアがですね、こういう風に開きます。でこれで乗り降りするんですけども、このドア、まあ、外側から見ていただいたらお分かりの通り、取っ手がないのでですね、前のドアが開いてる状態でしか後ろのドアは開かないんですね。で後ろもめちゃくちゃ狭いです。決して車内スペースも広いとは言えないと思います。でもラゲッジスペースは広いんだろうと思ってもですね、実際こんなもんなんですね。はい、これよく見ませんか、ホムセン箱ってやつなんですけど、このホムセン箱のまあちっちゃいサイズのものがこれぐらいのサイズだっていうことでですね、この荷室の広さが伝わるかなと思うんですけど、
決してね広いって言えるようなサイズ感では僕はねないと思いますね。ただですねここら辺のこの生地が防水になっていたりとかするので、まあ濡れたもんとか汚れたもんとか、まあ見ていただいたら分かる通り僕も全然綺麗には使ってる方ではないんですけれども、まあ汚れを気にせずガンガン物は詰めるかなとは思いますが、決して広くはないよっていう感じでございます。はい、ということでですね FJ クルーザーという車がざっくりまあご紹介できたかなとは思うんですけれども、どうですか、結構現実味がないかなと思うんですよね僕この車を所有するということに。やっぱ燃費が悪いし、で決して室内が広いわけでもないので家族から好評が得られるわけでもないです。だからってじゃあ荷物がたくさん詰めるのかって言われたらそうでもないと。で狭い道通れないので実際外遊びをするとかっていうシチュエーションになったとしても、キャンプ場までの道が細いところとかまあ結構あるじゃないですか。そういうところとか行くとねすごい気を使う、割とどこでも走れるっていうことよりはどっちかというと入れない道の方が多いっていう車な気が僕はしております。はい、そんなに言うならじゃあなんでこれを買ったんだっていうところなんですけど、その理由はねもうたった一つですね、かっこいいからです。はい、まあでも見た目に関してはちょっと可愛いっていうところもあると思いますし、さっき横の姿も見ていただいたんですけど横の姿もなんかずんぐりしてて可愛いじゃないですか。現実的には無駄になってしまうような機能のもの、オーバースペックなものを所有するっていうことがやっぱり遊び道具で、まあこの値段だしこのサイズなんで究極の遊び道具だと僕は思っているということでございます。僕がですねこの全趣味半端チャンネルで過去の動画でも上げさせていただいてるんですけれども、キャンプ用のナイフ、シェラカップで登山靴と FJ クルーザー、この4つはですね僕の中では趣を楽しむ、雰囲気を楽しむ、かっこいいからっていうだけで買う理由になる製品だと僕は思います。まあ、要はこういう無駄だと分かっているものを趣味だからの一言だけで買ってしまう俺どやっていうことなんですけど、でもなんかこの今言った4つ全て最高のもの、もっと高い高級なもの、最高級品みたいなところに手を出さないこの僕のなんて言うんでしょうね、そこはかとなく感じる貧乏バイブスがですね、まあちょっと自分で言ってても若干悲しくなるポイントではあるんですけれども、やっぱり趣味ってもうほとんどそういう世界観でいいんじゃないかなと僕は思っておりましてですね、たまに、ネット上だったりとかで見ると FJ クルーザーとジープのラングラーどっちが走破性がより高いのかとか、ランクル FJ クルーザーどっちが本当のオフロードで威力を発揮するのかなどなどですね、それもまあ本当に趣味の範疇の中での検証興味だったら僕はものすごい賛同なんですけれども、やっぱりディフェンダー、ランドローバーのディフェンダーの走破性能がやばいから FJ クルーザーがダサいだとか、 FJ クルーザーの走破性の高さがあればエクストレイルより優れているみたいな、なんて言うんでしょうね、プロダクトへの批判には決してつなげない方がいいのかなと僕は思っています。でそれはこの FJ クルーザーだけに限らず、シェラカップもそうだし、軽登山靴もそうだし、ナイフに関しても、全てに関してやっぱり趣味で使うものっていうものに関しては、どれだけ自分がそのスペックを得た、機能を得たことでロマンを感じれるか、ここだけで物を選ぶべきだと僕は思います。バイクに関してもそうじゃないですか。このバイクは純正でアクセルひねれば300キロ出るんだって言ったって、300キロ出せる道はないんですよ。なんですけど300キロ出せる、これに今乗れてる俺っていう楽しみ、300キロ出るんだっていうことが分かってから見るそのバイクの見方がかっこよく見える、それがですねやっぱり趣味の最大の楽しみなんじゃないかなと思います。まあ決して FJ クルーザーも僕は安い買い物だとは思わなかったですけれども、高い買い物だなと思いました。なんですけどそこのロマンに惚れ込んで、なんか見た目に惚れ込んで高い走破性の車に今乗ってる俺、40キロ走行みたいな、この余裕だったりとかが贅沢っていうことなんじゃないかなと。でそれは車だけじゃなくて僕がやっている趣味の全てにおいて根源はそういう考え方かなと僕は思っております。まあ、もちろん YouTube でいろんなレビューだったりとか、特にキャンプ動画、車動画、バイク動画、まあ、僕が好きなのでそういったものへ、なんか虫来た、虫に阻害されてますけれども、僕が好きな趣味の中でまずアウトドア、あのキャンプと狩猟、まあ、山登りも少々っていう感じですかね、とやっぱエンジン周り、僕が持っているものでいうとバイクはハーレーダビッドソンスポーツスター、あとスズキの RG125、 これ古い旧車なんですけど、それとこのトヨタの FJ クルーザー、
この全てがですね、僕はもうロマンだけで物を買ってロマンを追い続けて続けている趣味っていう感じでございます。もしこの動画を見ていただいている皆さんでいろんな趣味を始めていく中で物を選ぶときに何かに悩んだとき、そのものの機能がどれほど高いかとか、あっちのナイフよりこっちのナイフの方が切れるとかどうこうっていうよりかは、そういった所有欲っていうものがどれを手にすることでどれほど得られるのかっていうのを想像して何か物を選ばれるといいんじゃないかなと僕は思います。はい、いかがだったでしょうか。僕の愛車、僕の究極の外遊び道具、最大で最高の究極の外遊び道具だと僕は思ってるんですけれども、それのご紹介と兼ねてですね、今までもずっと動画でお話しさせていただいている僕の道具を選ぶ基準みたいなところに関してもちょっと触れさせていただきました。道具選びの基準みたいなことはもうちょっと落ち着いた環境でね、ちょっとまた改めて動画にさせていただいたりもしようかなとは思っているんですけれども、話の流れ的にそんなことを今回お話しさせていただきました。最後までご視聴いただいた方どうもありがとうございました。こんな感じでですね、僕ちょっとそんなに何かに特化したチャンネル運営、チャンネル運びっていうのをしているわけではないんですけれども、ちょっと僕がやっている趣味、まあ外遊びがメインなんですけれども、まあ、今だから外遊びやって動画の編集で室内にこもるっていうなんかどんしゃりなライフスタイルになってってますけれども、ちょっとそんなことを楽しんでいただければなと思ってこのチャンネルを運営させていただいております。今後もねこういった動画上げさせていただきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで今回は以上になります。また動画の中でお会いいたしましょう。バイバイ。